イデイズの和田彩香です。今回も私が MC をさせていただきます。よろしくお願いします。前回の MC を自分で見てみてですけど、前回とそのあと1年前にもやらせていただいたんですけど、やっぱり1年前はすごい緊張して、もうこんな感じで MC をやってたんですけど、前回の MC は少しだけ気楽にいろんなことを話せたんじゃないかなって思いますし、ブログにですね、私のブログのコメント欄にですね、ファンの方がこのハロステを見た感想っていうのを書いてくださって、みんな良かったよとか、あと握手会でもみんな良かったよって見たよっていうのを言ってくれて、まあ、すごい温かいファンの皆さんが多いなと改めて実感しました。今日も皆さん最後まで見てくださいね。よろしくお願いします。最近のスマイレージはですね、やっぱりリリースっていうこともあるので、新曲のリリースもあるので、いろんなイベントに参加させていただいたり、先日は他のアイドルの方と一緒にイベントっていうのをやって、まあ、対バンっていう形式にもなるんですけども、でも他のアイドルの方と一緒にイベントをやることで、スマイレージのファンの方だけじゃない他のアイドルのファンの方もいらっしゃるじゃないですか。やっぱりそういう場所でライブをやるっていうのはすごい楽しいし、なんか今までスマイレージって結構そういう対バンとか他のアイドルの方と一緒にイベントをやるっていうの多かったんですけど、なんか今回はなんかそういうメラメラしたライバル意識っていうものよりも、みんなで一緒に楽しく盛り上がろうっていうのがすごい強くて、もうみんなでワイワイできてすごい楽しかったし、やっぱり嬉しかったのは、スマイレージの T シャツとかタオルとか持ってない、もう見るからに他のアイドルの方が好きなんだなっていう方も一緒にもうこうやってノリノリになって乗ってくれてるんですね。それはライブ中に見れたことがすごい嬉しくて、なんかあもうすごい嬉しいなって思ったし、またそういうイベントがあったらもうぜひぜひスマイレージ出演させていただけたら嬉しいなって思いました。それでですね、4月30日にスマイレージはニューシングルを発売したわけなんですけども、ですね、ミステリーナイト80エモーションという両 A 面シングルで、ミステリーナイトはですね、まあ、すごくセクシーで、とにかくもうセクシーとしか言いようがないんですけど、網タイツを履いてるとか、あとはちょっとこの辺がすごく露出されている衣装だったり、ミュージックビデオもなんかすごい廃墟のようなところで撮って、なんか今までのスマイレージとはガラッと変わったし、なんかいつの間にかハロープロジェクトの中で一番セクシーになっちゃったんじゃないかなって思うほど、今回の新曲はセクシーさ満開ですので、全開ですのでそこを楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。そして ATM モーションはですね、もうこっちはザ・スマイレージという感じで、もうすごいポップで明るくて、もうぜひぜひたくさんの方に聞いていただきたいし、18っていう言葉は入ってるんですけども、世代とかは問わず、もういろんな方に聞いていただいて、元気になってもらえたら嬉しいなと思いますので、皆さんぜひ聞いてください。それではですね、ここで4月26日に横浜ビブレで行われたタワーレコードのイベントからミステリーナイトをご覧ください。どうぞ。それでは聴いてください。スマイレージでミステリーナイト。一番
なんて全部生まれしの一部まで一つのこと増えてしまえば思わく歩いた欲しき物欲しそうな絵が欲しきしたい人そのな絵が欲しき鳥の嵐吹き荒れと明治でミステリーナイトをご覧いただきました、今の映像を見るとですね感想の部分のちょっと寝転がって踊ってるシーンとかがですねちょっと見えないじゃないですか。それをわざと見えなくしててですねぜひぜひそのダンスを見たいとか思う方はですねご自分の目で確かめに来てくださいということでですね途中であとはカナナンがちょっとステージからはけちゃったんですけどあの足をちょっとすりむいちゃったりして怪我をしちゃったのでちょっと途中でいなくなっちゃったんですけどあの今はもう元気にバリバリ踊ってますので全然大丈夫です。そしてですねあとはやっぱり画面がすごくちょっと揺れるじゃないですか。見てるとその画面あの私たちその時イベントが橋の上にステージがあってそこの橋の上にファンの皆さんもいたんですね。だから橋の上なので踊ったりしててもちょっと揺れてるしなので画面もちょっと揺れてるんですがそれはその場にいるっていうのを一緒に画面を通して楽しんでいただけたらいいかなって思います。あとはですねでもやっぱりそのミステリーナイトっていうのはちょっとセクシーなダンスだったりっていうのを見どころだと思うのでもうぜひぜひたくさんの方に生で私たち会いに来ていただけたらすごく嬉しいです。ジュースジュースです。4月13日に名古屋で行われたイベントからあれこれしたいをご覧ください。どうぞ。それでは最後にジュースジュースの最新シングルの中からあれこれしたい。
ジュースジュースであれこれしたいをご覧いただきました。とにかく可愛いですね。私がお気に入りの部分は、旅のなんかお隣さんとこうやってカラップしてるところがあるんですけど、こうやってこうやってこうやって、ここがすごいお気に入りですね。私もいつかこの曲もうぜひぜひ踊りたいです。それでですね、ジュースジュースはですね、この前のアイドルイベントみたいな感じで、他のアイドルさんと一緒にイベントをやった時に、ジュースジュースも一緒にイベントをやったんですけども、その時にジュースジュースのみんながスマイレジの楽屋に遊びに来てくれたんですよ。で、私はちょっとみんなが遊んでる様子をじっくりこうやって見てたんですけど、もうみんなすごい、スマイレージもすごいワーワーしてるんですけど、ジュースジュース来るともうすっごいワーワーしてて、なんか普段ジュースジュースってちょっと大人っぽいクールな曲を歌ったりっていうイメージが強いので、楽屋でもやっぱりすごい静かなんだなって思ってて、みんななんかこういう感じで、こういう感じで楽屋も過ごしてるんだなって思ってたんですけど、もうスマイレージのところに来たらみんなわーって騒いでたので、なんかそういうギャップが見れて私はすごい嬉しかったです。ベリーズ工房です。ベリーズ工房の新コーナー、ベリーズセレクションかっこ仮をご覧ください。3回目の今回は徳永ちなみがナビゲーターです。どうぞ。ベリーズ工房の徳永ちなみです。さあ、ベリーズセレクションかっこ仮第3回目が始まりました。イエーイ。さあ、3回目なんですけども、まあ3回目ということで、ベリーズセレクションかっこ仮、このかっこ仮を私の独断と偏見で外したいと思います。ということで、この第3回目からベリーズセレクションというコーナーで、このコーナーをどん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 やっていきたいと思うんですけども、まあ、ベリーズ工房10周年、10年間のライブ DVD 1枚1枚からですね、メンバーが思い出の曲などを選んで映像を見ながら紹介していくというコーナーになっておるんですけども、なっているんですけども、私が今回ご紹介するのはですね、2005年夏に行われました W&Belize 工房コンサートツアーハイスコアから夏わかめを紹介したいと思います。こちらです。本当にみんな若くて、ほぼメイクをしてない今となっては貴重な Belize 工房が見れると思うので、ぜひ見ていただきたいなと思います。それでは早速見てみましょう。どうぞ。懐かしい。みんな若い。この時は確かステージに横になってみんなでパフォーマンスしたんですよね。今夏ワカメやっても、あ、これ寝てるやつ、みんなこれまた再現いつかやりたいなってみんなで話してるんですけど、なかなか実現しないという。うわ、これやりたい。みんなやっぱメイクもしてないし若いですね。衣装が 4色に分かれてるんですけど、ももはやっぱりピンクですね。でも全然違う、この時の方がまだ素直な顔してる。もも、懐かしい。2005年だから9年前、約9年前、2005年の夏だから、あれ9年前じゃない、9年前だ。あー、若い。
みんな全然違う、やっぱ。これみんなメイクしてるんですかね。全然してない。すごいな。でもくまちゃんもこの時から身長伸びてきてる感じですよね。絶対この時のステージが下がなんかスケルトンみたいな感じで透けてる感じで中にライトが入ってたんですけど、それが本当にちょっとなんか割れそうで、みんななんかあんまり踊れなかった印象があるな。何この振り、こんなのやってたんだ。まだ小学生、小学生ですよ。キャプテンとももいがいが小学生。え、私中学生かな。え、これな、中学生入った時かな。この最後のポーズ。さあ、ということで本当に若かったんですけども、ちょうどこの時は私が中学1年生の夏ということで、今改めて見ると本当になんか中学生に見えないぐらいみんな子供だし、なんだろうな、こうやってなんかちっちゃい頃の映像が DVD に残ってるのは本当にいいなって思いましたね、改めて。でもきっと今やってるビリーズ工房の春ツアーとかもまた10年後とかになったら、あ、懐かしいなってなるかもしれないから、それは本当に一個一個ツアーを大事にやっていきたいなとも改めて思いました。さあ、ということで次回はですね、ビリーズ工房の須藤マーストがビリーズ工房コンサートツアー2005秋スイッチオンをご紹介するそうです。お楽しみに。ということで、以上、徳永ちなみでした。バイバーイ。続けてこちらの映像をご覧ください。どうぞ。
ベリーズセレクションから夏わかめ、そして大人なのよをご覧いただきました、はい、ということでですね、昔のベリーズ工房さんと今のベリーズ工房さんはやっぱり10年間経ってももうずっと魅力が続くじゃないですか。それってなんかずっと進化してっているのにずっと魅力が続いているっていうのはすごいことだなって思うし、やっぱり私もそういうのを目指さないといけないなって思いますね。私はですね、2004年にその当時ハロープロジェクトの研修生でハロープロエッグっていうのがあって、私ハロープロエッグに2004年に入ったんですけども、そしてですねちょっと研修期間を置いてですね、2008年に守護キャラエッグっていうユニットを組ませていただいて、そこで少しずつ活動が増えてきたんですね。で1年後の2009年に今所属しているスマイレージ、まずインディーズ活動が始まって、デビューは2010年5月26日なんですけども、まあ私も研修期間とかを数えると10年くらい意外とやっぱりいろんな活動をしてるんですね。でもやっぱり昔はスマイレージとか守護キャラ行くっていうやってるっていうのは中学校時代だったんですけど、私中学校の時はずっとそういう活動をしているっていうのは隠し続けてたんですね。仲いい子、幼なじみはしてたんですけど、仲いい子にもあんまり自分から言わなかったし、ましてやはもう全然みんなにはもうとにかく隠そうっていうので、スマイレージのちょっと曲を友達が踊ったりしてても、もう全然知らんぷりです。私なんだろうその曲みたいな感じで、もうとにかくもう必死にいろんなことを隠し続けてたなっていうのがありますけど、でも今はですね、もう中学の一面今でも遊ぶんですけども、中学の仲良かった友達はもうずっと応援してくれてて、いつもスマイレージのコンサートに遊びに来てくれてるので、もうとっても感謝しています。まあ、私にとって10年間ベリーズ工房さんはデビューして10年間ずっと活動されてるんですけど、スマイレージもやっぱり10年間もっともっとそれ以上も活動できたらいいなと思いますので、まあ、それベリーズ工房さんのように素敵なグループになれるように頑張りたいなと思います。またまたスマイレージです。今回のハロステはですね、スマイレージのシングルの発売週ということなので、スマイレージが多めになっていますということですね。それではウィークリースマイルをご覧ください。今回はスマイレージメンバーの武道館妄想編です。どうぞ。今ですね、この紙には、はいはい、私たち初の日本武道館公演のタイトルが決まったので、はい、それが書いてあるんですね。まだ聞いてないよ。聞きたい？はい、行きましょう。せーの、ドン。スマイレージライブ2014夏、うん、フルチャージ、おー、ないこう日本武道館、ないこう、ないこう715って書いて日本武道館ないこ4月15日ってことでしょ。あ、はい、なみたいな、な行こうってことな、な行こうな行こう行こうってことじゃない、な行こう、見たい見たい、すごい。あ、そういう大阪弁なんだ、これ。な行こう、でも日本人も言うじゃん、な行こうって、な行こう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 。え、じゃあ大阪っぽいライブってことそれはない、頑張られ始めるでも715だからな行こうな行こう、4月15日にもかけてな行こう、いいですね、なんか着々と準備ができてる。すごくない？ライブ、ライブハウスツアーじゃない、ライブ、マイレージ、ライブ、そう、あ、すごいすごいすごい、フルチャージ、フルチャージ、今までじゃあスマイルチャージしてきたものをフルチャージ、すごい、今わかりますね、嬉しい、すごい、フルチャージ、な行こう、やっぱりじゃあここでさ、もうこういうタイトルも決まったことだし、はい、はい、なんか武道館までにやりたいこととかさ、まだまだあったり、本番でやりたいこととか、そう、本番でもやりたいこととかね、あります、はい、あのセットのことなんですけど、はい、あの6個の部屋を作って、うん、それぞれの部屋みたいになってるのね、うん、まあ、部屋って言っても本当にドアとかあるじゃないんだけど、うん、こう仕切りが6個ぐらいあって、はいはいはい、6人の例えばあやちゃんの部屋だったらあやちゃんが好きなものがパッて見て分かるような部屋とか、うん、みんなの美術とか、そう、部屋をわーって作るっていうのがハローにないからやってみたい。はいはいはい、あ、じゃあそれで出てきたよって感じで
なんかそれがあの普通のステージ上にあるじゃないですか、うんうん、だからなんかあのその分ちょっと狭くなっちゃうかもしれないから、したら花道とか作りたいな。あ、確かに出てきたよ、出てきたよ。なんか思ったの、そう、ひなめちの時に花道がすっごい楽しくて楽しかった。そう、あとモーニングさんで、あの後ろで踊った時にモーニングさんのモーニング娘。あのコンサートであの踊った時に、はい、もう花道すんごい楽しかった。花道も大好きだから、そう、近くまで行ける感じ、うんうん、しかも近くに行くと、ここの方たちいるじゃん、2階席の、そう、うん、近くになるんだよね。そう、でもさ、ライブハウスより近くになれてるじゃん。そう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 、いいね。やっぱり近さっていうのは私たちの特徴ですね。ですよね。ですよね。てかあれやりたい、あの映像で思いついたけど、あのファーストツアーの時にあのデビルエンジェルみたいなやつで、あれ見た見た、あれ、あれやりたい、あれは超楽しい。すっごい大変だからね。でもでも、そう、本当に俺も何時間かかったの、何時間かかったの、何時間かかったの、だけど、見てる方すっごい楽しかったから。待って、変顔をね、何十回も撮り直すんだよ。いや、それが面白かったですよ。面白かったね。本当に面白かった。だから、そういうのめっちゃやりたいよ。なんかね、いろいろ。でも、髪をぶち破って出てきたい。こういう髪。ああ、新しい私になるで、そうやってやめる。でも、なんか、したいから、ピョンって飛んで出てきた。着信成功。あ、それいい。めっちゃ成功。着信成功できるよね。あと、ぐるぐる回ってみた。ワイヤーに釣られて、ワイヤーに釣られて、ぐるぐる回って。なんか煙とかでさ、ポンってなって消えて終わるみたいな。くるくる回りたい、なんかどっかで見たい、ね、どっかで見たいよな、空飛ぶやつとか。あ、でもカノンは映像、多分モニターも大きいから、はい、それを使いたい。その前に立ってそうだよ、ね、ってやったら、うん、もうビームがバーって出るみたいな。あー、なんかやっぱりステージ上にもステージがあるわけでしょ、はい、今までは真っ平らなステージでやってたけど、うん、そこにもステージができるってことが嬉しい。しかもさ、カメラがあるんだよ、すごくない？モニターだよね、モニターやばいじゃん。武道館って5台ぐらいあったじゃん、あのモーニングさんの出た時に。もうどこ見たらいいかわかんない。ちょっと恥ずかしい気持ち。ひたつわなおが飛ばすんだよ、この映像で。そのひたつわ考えたんだけど、一人一人。カノンはシンデレラレボリューションね。で、あやちは、あの、はぁって言ったら、なんか、仏像バババババって。あやちが好きな仏像が。で、カノンは、たこ焼きがババババババって飛ぶ。で、なんか最後に一個だけポーンってお客さんのとこに飛んでくし、みんな野球ボールでしょ。野球ボールでしょ。たけちゃんは野球ボール。たけちゃんでもこういう風にふんってやったら、映像の中で野球ボールがピュンって飛んでて、すごい、なんかプロですね。あれみたいな、なんかバッティングセンターみたいな、なんか演奏できた。確かに。あのちょっと変なのは、でもトミカがめっちゃ飛んでくる。危ない危ない。で、最後本物のトミカのダミーの声が出てくる。トミカ乗れない。やだ。エンブレムは初期の頃にやっぱ眉毛ビームやってたから。やだ、眉毛だけよ。やだやだ、それはやだ。せめてやだにしてください。よくさ、スマイレージどんなグループですかって、なんかおもちゃ箱みたいですとか言う時あるじゃん。おもちゃ箱から出てくる。わー、かっこいい。なんか最初に言って、おー、バーンって。で、ジャンプして着地成功。おもちゃっぽいやつね。いいかも。すごい客席に行きたい。客席行きたい。3階とか行きたい。3階で行きたい。でも行きたくないよ。行きたい。でもいるところが他の人から見えないんで。あ、そっか。ここだよーって言って、あのホームカメラ持って。ホームカメラ、ホームビデオ、ホームビデオ、ホームビデオ、何か投げたい、サインボールとか、あ、投げたい、柔らかいフリスビーとか、フリスビー、花道は風船投げたい、もしあったらいけるんだったら、そこでこうやって投げればね、柔らかいフリスビー絶対いいよ、だって飛んでくる、遠くまで、飛ぶもんね、しかも当たっても痛くないんですよ、スポンジみたいだから。あ、シャボン玉やりたい。なんか武道館の公園でそういうやるのもいいけど、やっぱりさ、ずっと思うんだけど、ツイッターやりたい、やりたい、やりたい、なんかその、期間限定でいい。そうそうそう。全然、そう、なんて言うんだろう。だったり、ツイッターって人多いもんね。ブログだと、長文が書けるっていうこともあるけど、ツイッターは、Now でしょ ?Now!Now as will! しかもツイッターって今のもう現代の人いっぱいやってるから、それをフォローしてもらったらそこで、あ、武道館やってるんだとかで、その友達も見れるっていう。そう、リツイートしたらその人たちも見れるから。それがいいよね。いいよね、それがいい。今のね、若いね。ツイッターの世界はさ、ファンの方に任せっきりじゃん、うちらは。うちらも一緒に、一緒にお願いします。ツイッターイベントとかもさ、なんかの合間とか、こういう合間とかにできたら、この夏さんにお願いします。お願いします。やりたい。何でもするから。本当に。あ、でも衣装とかは？衣装はなんか夏だからマリンの柄とかが入ってるやつとかもいいかな。なんかすごいふわふわな衣装。
からすごいなんかかっこいい衣装とか、うん、なんかいろいろなタイプの衣装を着たいなって思う、ね、でも6人全然違うのも着てみたいな、うん、イメージに。あ、自分たちの結構好きなものとか、福田さんとかだったらなんかかわいいなんかお姫様みたいなやつ、ありがとうとかたけちゃんだったらズボンだとか、和田さんだったらなんか仏像のコスプレとか、やだやばいじゃん自分の好きなもの。でもみんなさ、ここの5人はみんな衣装なの。カナダだけなんかゴリラのなんか着ぐるみとかいいかもね。で、マイクをバテるとかね、思ったいいの思ってたんだけど、なんかさ6人のさソロコーナーみたいなのがさ、あったとしたらね、あやちょ考えたの、なんかこうやってこうステージのドアみたいなのがあって、うん、ズーンと開いたら、なんかこうお寺の仏像の方みたいに、うん、こうやって階段の上にあやちゃんが正座して立ってやだあぐらかいこと、この空はそんな動いていけないの、楽しそう。あとは、髪型とかは、あ髪型はね、うん、いつも通りがいい、あんまりやりすぎないお楽しみ、もうこれに言っちゃうね、お楽しみ。そうだ、今決めちゃったらね、その時もう分かんないね、髪型がどうなってる、そうそうそう、もしかしたらロングになってるかもしれない、ショートになってるかもしれない。なのでこの辺で、そうです ね、まあ、ねこれをたくさん実現できるように楽しみたい、楽しみだ、はい、はい、ぜひぜひ皆さん日本武道館公演、ですねスマイレージライブ2014夏フルチャージ内行日本武道館、ぜひ遊びに来てください、来てください、お願いします。ウィークリースマイルをご覧いただきました、スマイルエイジの妄想話をたくさん聞いていただきましたが、まあ、とにかくいろんな妄想がありますけど、でも実際にどういうステージでどういう演出をやらせていただけるのかなっていうのは、もう実際に本当に当日にならないと、やっぱり来てくださるお客さんはファンの皆さんは知らないわけじゃないですか。私たちだってもう全然わからないので、もうそういう部分はもう全てお楽しみに待っていただけたらすごく嬉しいなって思いますし、もうこれは妄想なので、これはまあ叶えばいいですけど、いろんな妄想なのでまあ実際ね、もっともっといいステージが多分できると思いますので、もう本当に楽しみに待っていただけたら嬉しいなって思います。そしてスマイレージの日本武道館公演のタイトルも決定したんですけども、スマイレージライブ2014夏フルチャージなあ行こう日本武道館ということですね。ここにこうやってビュースマイレージライブ2014夏フルチャージなあ行こう日本武道館、なあ行こうが7月15日の7月15日、それでなあ行こうっていうことになってるんですね。なのでとりあえずやっぱりお友達とかに、なあ行こう、なあ行こう、なあ行こうって呼びかけていただけたらすごい嬉しいなと思います。皆さんご協力よろしくお願いします。エンディングです。今回のハロステいかがでしたか。ということで、ここでスマイルエイジのお知らせをさせていただきたいと思います。番組の冒頭でもお話しさせていただいたんですけども、スマイルエイジのニューシングルミステリーナイト AT モーションが発売しています。ミステリーナイトはもうとにかく大人っぽい曲で、もうこれはですね、スマイルエイジの大人っぽさ、セクシーさを楽しんでいただけたら嬉しいなと思いますし、 AT モーションはガラッと変わっていつものスマイルエイジでもう元気いっぱいなので、もうどっちも楽しんでいただけたら嬉しいなと思っています。先ほどウィークリースマイルでもご覧いただきましたけども、スマイルエイジ初の日本武道館公演7月15日に決定しましたが、タイトルがですね、スマイルエイジライブ2014夏フルチャージなあ行こう日本武道館ということでですね、なあ行こうということなので、やっぱりいろんな方々を連れて皆さん足を運んでくだされば嬉しいなって思います。例えばお父さんとかお母さんとかおばあちゃんとかおじいちゃんとか、あとは兄弟、妹、弟、お姉ちゃん、お兄ちゃん、そして、隣のご近所さんや会社の同僚の方々、上司の方々、あとはですね部下の方々、そしてですね
あとやっぱり学生の方だったらお友達を連れてきてくださったり、まあ、学校のクラス全員で来てくださってももう全然構いません。とっても大歓迎です。もう皆さんぜひぜひたくさんのお友達を呼んで遊びに来てください。ということでですね、あとはこんなところにですね、なんかありました。これはですね、私の初めての美術本なんですけども、乙女の海岸内という本を出させていただきました。これはですね、中は私の大好きな美術について説明を、まあ、案内ですね、案内をさせていただいているんですけども、まあ本当に本当に嬉しいですし、私は美術っていうか絵画が大好きなので、絵画についてこういう案内とか美術本っていうのを出せるのすっごく嬉しいですし、中はですね西洋の絵画を中心に、まあ、日本の洋画家さんだったり版画、あとはまあ大正の時代の作品とかも全て私のお気に入りの絵を詰め込んでいますので、まあ、ぜひぜひこれを持って美術館に行ってもいいですし、これで少し絵をついてお勉強したいなって思う方はもうぜひぜひ読んでいただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。そしてですね、あとはハロープロジェクトのオフィシャルサイトもリニューアルしましたので、そちらもぜひぜひよろしくお願いします。そしてですね、まあ、今日の MC はですね、いろいろ大変だったんですけども、やっぱりこのハローステを通してですね、スマイレージをもっともっとしていただきたいですし、武道館公演も近いので、このハローステを通してもっとスマイレージをアピールできたらいいなと思いますし、やっぱり私の得意分野とするこういう美術だったり絵画だったり仏像さんについての、まあ、案内ですねをハローステでできたらいいなって思いますね。こういう本も出させていただいたので、次回はもうぜひぜひ乙女の絵画案内ハローステバージョンということで、ハローステで案内できたらいいなと思います。まあ、そういうコーナーもいつかあればいいなと思いますし、私のおすすめの仏像さんも紹介したいなと思います。ということでですね、本当にありがとうございました。それでは最後に4月29日に周南市文化会館で行われたモーニング娘。ワンホーコンサートツアー春エボリューションの模様をご覧いただきながらお別れしたいと思います。今回の MC はスマイレージのリーダー和田彦でした。またお会いしましょう。バイバイ。私の地元山口県でコンサートをすることができて本当に楽しかったです。楽しかったってすごいありきたりな表現だから、もう11年以上やってるんだからもっと気の利いたこと言えよって思われるかもしれないけど、でも本当に楽しかったんだからしょうがないですよね。シンプルに分かりやすく楽しかったです。どうもありがとうございます。突然ですが、ここで私からお知らせがあります。今年のモーニング娘。の秋ツアーをもって卒業します。突然のことでびっくりさせてしまってごめんなさい。私は2年前にリーダーになって大好きなグループのリーダーになれた、その大好きなグループに恩返しがしたいとずっと言ってきました。そんな中でシングルで5作連続1位を獲得できたり、数年前までだったら卒業ライブでしか立てなかった日本武道館に普通のツアーで立つことができました。もちろんこれは私だけの力ではないですけど、でも少しずつ少しずつ恩返しできてるのかなと思いました。はい、2年くらい前から卒業のことは意識していました。去年の日本武道館のラストの MC でも言いましたが、レイナが卒業して
古いメンバーがさゆみしかいなくなって、初めてツアーを終えた時、あのタイミングで本当にみんなが頼もしくなったなってマジでそう思いました。なんか少しほっとしたというか安心しました。そこでつんくさんや会社の方たちと相談して、今年の秋に卒業ってことを決めさせていただきました。ですがまだ時間はあるし、後輩たちに伝えたいことはまだまだあるし、見せたいなと思っていることもあります。そしてファンの皆さんとたくさん思い出を作っていきたいです。重要なことはここからが本当の恩返しだと思っています。超でっかく超かっこいいモーニング娘。に仕上げてから卒業して次の世代にバトンタッチしたいと思っています。なので皆さん、秋まで今まで以上の応援よろしくお願いします。バイバイ。はい、今日4月29日、私、道重さゆみの地元、山口県で卒業発表をさせていただきました。改めて、ハローステをご覧の皆さん、私は今年のモーニング娘。の秋ツアーの最終日をもって、モーニング娘。14を卒業します。昨日、今のモーニング娘。のメンバーたちにも直接伝えました。直接私の口から伝えるっていうのが、まあ、大事なことは直接伝えたいなっていうのが私のこだわりだったので、みんなには私の口から言いました。そして今日山口県で発表っていうのも、自分の地元で発表したいっていうのが私のこだわりでした。今日ファンの皆さんがすごく私のお話をこう聞いてくれて、なんかすごい嬉しかったです。改めてファンの皆さんの温かさを感じることができました。秋までまだ時間ありますし、ファンの皆さんとたくさん思い出を作りたいと思うし、セミも一生懸命頑張りますので、見ててください。よろしくお願いします。